タンジェントネオマティックノモスグラスヒュッテは1990年にドイツのグラスヒュッテに創業したドイツの時計メーカーとそのブランドバウハウス調のシンプルなデザインが特徴1906年から1910年にかけてドイツのグラスヒュッテには同名のノモスという時計会社が存在したがノモスグラスヒュッテの車真には登場しないため直接の関係はない現代のノモスは 1990年にグラスヒュッテでローランとシュバートナーによって設立された。この頃に販売されたモデルはタンジェント、テトラ、オリオン、ルートビヒである。タンジェントをはじめノモスのすべての時計はバウハウスに半を取ったという極めてシンプルで機能的なデザインをしている。これらの時計はドイツの国内外で高い評価を受け、 これまでにレッドドットデザイン賞など多くのデザイン賞を受賞。ノモスの時計には、はじめは ETA 社のパセアックス7001を改造資金、メッキサンドブラスト加工を施したムーブメントが使用されていたが、2005年にムーブメントの自社開発に成功、コートドジュネーブ仕上げを施したムーブメント搭載のモデルを出荷し始めた。 タンジェントスポーツを除くすべてのモデルはシースルーバックになっており、これらの装飾が施されたムーブメントを直接見ることができる。2007年にはドイツの高級時計店ベンペのために最も複雑な機構の一つと言われるトゥールビヨンを搭載したムーブメントを製作するなど、進行ながら高い技術力を持ったマニュファクチュールと言われる。ノモスグラシュット。 カリキュラム b y t http コロンスラッシュスラッシュ www.glashuette.com スラッシュインデックス .php id イコール 25&l イコール 1http コロンスラッシュスラッシュ www.glashuette.com スラッシュインデックス .php id イコール 25&l イコール1のモスグラシュと プライジスアンドアワーズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.glashutte.com、e、スラッシュインデックス .php id イコール 101& l イコール1ありがとうございます。